多校城は、下屋国にあった、中世の日本の城である、宇都宮市の一門、大野伊佐夫の居城であった。多校城は、鎌倉時代後期にあたる法治2年に、宇都宮より綱の四男多校州朝によって、築かれたと言われている。高山、薬師寺から宇都宮に通じる養老にあり、大野伊佐夫と同じく、宇都宮市一門の横田市の横田城と並び、宇都宮城の防衛に、 大きな役割を果たした。戦国時代になると、宇都宮城を防衛する拠点として、大いに機能し、上杉氏や北条氏の過れな侵攻を幾度も撃退している。工事3年に、上杉謙信の軍勢が、宇都宮城を攻略するために多幸城、上の川城を攻撃するが、多幸城主の多幸町朝,朝の災配のもと、一門の小山城主、小山県朝、 やな城主やなと光、吉長夫氏、家臣の石崎通樹、野沢とも立、高木道し上野ゆあ伊沢とう海守る、北淡路守る、援軍で駆けつけた、奪い吉田根、焼いた長野りなどの2 0 0千余りの軍勢の活躍によって、先人の佐野ゆたかなどを打ち取り、撃退している。元気3年1月には、北条氏が2000の軍勢でた工場に攻めてきたが、 他工城主で他工長朝野子他工傍長が迎え撃ち、撃退している。さらに、同年12月に再び、北条氏が攻めてきているが、こちらも撃退に成功している。天正13年12月に、北条氏が再び他工城に攻めてきた。他工城主で他工傍長の弟他工綱継による徹底抗戦により、またもや、北条氏は多校城を攻略できなかった。また、 宇都宮城も攻略できず、宇都宮城下町の民家や寺院などに火を放つのみで撤退している。天正17年9月に北条氏が再び宇都宮城を攻略するために進行してきた。綱継ぎは多工城に攻めてきた北条氏国、北条氏に寝返った宇都宮市重心派が高継ぎと戦い、これを撃退している。このように多工城は、 宇都宮市にとって欠かせない城であったが、慶長2年に豊臣政権の内部争いに宇都宮市が巻き込まれて解役されると、他工場は廃場になった。他工場跡は近くにゴルフ場が建立されたために、城の遺構の大半が破壊されたという。土塁や堀屋とは現在も残っているが、整備などはされてはいない。ありがとうございます。